こんにちは、マギーです。ちょっと今日ね、急遽動画を回してみることにしました。っていうか、この急遽動画回すってめちゃくちゃ YouTuber っぽくないですか？すごい。なんか今日ちょっと出かけに YouTube 急遽回してみましたとかよく言ってるイメージがあります、 YouTuber の人。すごい私。はい、そんなことはさておき、はい、動画を回しているのは何でかっていうとですね、お友達に、あのロンドンに住んでるお友達にお手紙を書こうと思ったので、私はがきとか文房具とか使うようなことがあったらよく動画に撮っていたので、ちょっと撮ってみることにしました。出すハガキはこちらです。以前このヨックモックミュージアムっていう青山に2020年10月にできた美術館に行った時に買ったもので、その方が、そのお友達がフクロウが大好きなので、これを見た瞬間に、あ、その子に送りたいなって思って買いました。すごい可愛いお皿でした。でピカソもフクロウが好きだったから、フクロウモチーフの作品がいくつかあったんですけど、絵ハガキになってるのがこれだけだったので、これを買いました。で、裏にここに真ん中に線を、いつもバレットジャーナルで使ってるマイルドライナーを使って線を引くってところまでやった上で、あ、動画回そうって思って回し始めた次第です。それで、私はいつもこうやってお手紙書くときとかはだいたい簡単に下書きをしていて、この下書きに使うのはこちらのリーガルパッドって言って、後ろが厚紙になってて、この黄色い紙のやつですね。この黄色い紙にブルーの線が引っ張ってあって、ここに赤の縦軸も引いてあるっていうやつです。これが、あの前お友達にコストコですごい安く大量まとめ買いしてもらったもので、なんか下書きとかするときに、このなんだろう、紙質が上質ではないんですよね。上質ではないっていうか、それディスってるわけじゃなくて、性質上なんか紙の上質さを売りにしているタイプのものではなくて、メモ用の紙なので、この外国っぽいさ、ちょっと粗い感じの紙で下書きするのに適しているから、こういうのに簡単に下書きしてから書くことが多いです。で、こういう風にハガキの大体の大きさをこういう風にやって、半分にしたらこの辺だなっていうので、つまり書きたい分量が収まるかみたいなのの目安のために、なんとなく雑にメモをすることにしてます。で、すでにもう書いたので、それはここに清書して住所を書いて送るっていう感じです。書きます。文面を書いたので住所を書きます。住所なんですけど、国産郵便を送るときは、あの皆さんもご存知かもしれないですけど、自分の名前を上に書いて送り先を下に書くっていうのがルールです。ちなみに私これ散々間違えて、ドイツに住んでた時に日本のお友達とか家族におはがき書きたいのに、いつも日本の慣習で下に自分の名前書くじゃないですか、何々様誰々よりって。で、それで散々下に自分の名前を書いたがゆえに、出すはがき出すはがき全部自分の寮に帰ってきちゃうっていう悲しい思いをしたことがあるので、調べてから書けよって話なんですけどね。なので皆さんご注意ください。すっごいなんか動画撮りながらだから緊張してヘタッピになっちゃったけど、まあ届けばいいや。届きますように。それからあと重要ポイントなんですけど、というか私的におすすめポイントなんですけど、やっぱりね、国産郵便は届かないリスクがあります。なんかちゃんと住所の正しい書き方をしていても、どうしてもね、届かないことっていうのがあるんですよ。そんな時にすごい死ぬほど悲しい気持ちにならないために、私がいつもやってるのは、いざとなったらあなたへのこういう気持ちがあったよってことだけでも伝わるように、このはがき、絵はがきだったらこっち側とこのなんていうメッセージを書いたのかっていうのを一応写真に撮って保管しとくようにしています。まあ、自分でもどんなこと書いたか思い出せるようにっていうのもあるし、最悪の場合全然届かなかったらメールで、本当はこういうの送ったんだよって
伝わるようにしたいから私は必ず写真撮っとくようにしています。昔なんかドイツに住んでいた時にあのすんごい可愛い、信じられないぐらい未だに自分の頭の中で思い出しただけでも可愛いって思うような素敵なクリスマスカードがあって、そのクリスマスカードをお友達に書いたんだけど届かなかったの、残念ながら。でその時に届かなかった時のリスクヘッジのために写真撮っとくっていう観点はなかったから、メッセージの方の写真は残念ながら撮ってなかったんだけど、あまりにこれこの絵が可愛かったから写真に撮ってたんですよね。だからそれをその子にこんな可愛いカード本当は送りたかったんだよっていうのを送ったら、それだけでもすごく喜んでくれたの でそれをあのその経験を踏まえてそれ以降は必ず写真を撮っとくようにしています。この Tips はかなりおすすめです。でエアメール、これエアとメールの間にスペースだけ載せちゃった、エアメールって書いてでハガキを貼って出します。さっき念のためあの郵便局のホームページで国際郵便出したい時のハウツーみたいなところを読んだんですね。そしたらなんか70円分の切手を貼るって書いてあって、ここに毎回70円なのかな、なんか私は自信ないから、あでも絵はがきは全世界宛て70円で送ることができますって書いてある。私はいつも郵便局に持ってっちゃって、これ国際郵便出したいですって言ってお金いつも払ってるんですけど、今日郵便局に行ったら聞いてみようと思います。それで分かった結果をここに書いておきますね。うん、まあ私はいつもね郵便局に行って出しちゃってます。で無事書けました喜んでくれるかなっていうか無事届くかな。これはね、なんで置いてあったかっていうと、これはねここにサインがあるように藤田嗣治の作品なんですけど、白猫ちゃん、ホワイトキャット、かわいいでしょ。ここのちょっと生意気そうな顔した白猫ちゃんがすごくかわいくて、これはね確か千葉の、あこの作品自体は見てないんです私。でもこれは、千葉県にあるなんだっけ、あそこ DHC 川村記念美術館だに行った時にこれがあのミュージアムショップに置いてあって可愛くて買っちゃいました。うちの祖母が猫が好きだから喜ぶかなと思ってあったものです。でこれになんかメッセージ書いて送ろうかなって思ってるんですけど、なんでこれの話が出たかっていうとね、私祖母にこの前この買った雑誌、癒しの動物っていうオズマガジンの雑誌を買ったんですよ、まあ、この雑誌をねあの送ってあげようと思ってて、なんかおばあさんだからさ、やっぱ感染症のリスクとかも高いから、私以上に出歩かない生活を送ってるから、ちょっと気分転換に雑誌とか自分で買いに行きにくいだろうから、ちょっと可愛いなったから買ってみて、で送ってあげようと思ってるんですよ、レターパックかなんかで。でここに置いてあるのがね、これまたついでに一緒に送ろうと思ってるラミーのインクなんですけど、これラミーの普通の黒いインクね。祖母がもともと万年筆を使ってて、これ普通の黒いインクです、ラミーの。祖母に万年筆、ラミーの万年筆あげたの。そしたらすごい喜んで、ラミーのちょっと手元にないんですけど万年筆あげたらすごい喜んで、インクがなくなっちゃったって言うから送ってあげようと思ってます。でこれ上下って書いてあるのはおばあちゃん、ちょっとさ80代のおばあちゃんだからちょっと上とか下とか間違えちゃいそうなのね。だからあの全部にこっちが上だよっていうのをインストラクションを書いてあげました。でこうやって刺して入れるんだよってことはもう教えてはあるんだけど、おばあさんだからさ、たまにさ、しかもこのおばあさんの目からしたらどっちが上かしたか分かりづらいんですよね。だからこういう風にいつも書いてあげることにしてます。でこれとあとでここにメッセージをちょっと簡単に書いて、この雑誌と一緒に後で送ってあげようと思ってます。はい、なぜだか動画ここで終わってて、最後のご挨拶撮るの忘れてました。っていうか動画の最中でメンションし忘れてたんですけど、この日着てるセーター、腕んとこ見えてるやつ、すごい可愛くないですか。これヴィンテージでちょっと奮発して買ったセーターなんですよ。というわけで今日も見てくれてありがとうございました。またお会いしましょう。チュース。